はい、こんにちは、ポロです、今回はですね、自分のステージを把握せよというですね、テーマでお話していきます、これがですね、すごく、一人でビジネスをやってる時にですね、ハマってしまう罠というか、僕もそういうこと経験は何度もあるんですけど、この自分のステージを把握するっていうことがですね、すごく重要で、それを間違えて把握してしまったりとか、そもそもそういうものを意識してなかったら全く成果が出ないとかね、うまくいかないっていうふうになってしまうわけです。基本的にその何事もそうですけど、段階っていうものがあるんですね。でその段階に合わせたやり方をやっていかないと結果って出ないんですよ。順序があるじゃないですか。例えば RPG ゲームで序盤からいきなりね、もうそのラストダンジョンで出てくるような強敵が出てくることないですね。必ず最初のは雑魚敵が出てきて、自分もレベル低いし敵も弱いしみたいな状態で、ストーリーが進んでいくにつれてどんどん敵が強くなっていくみたいなね、順番になってると思うんですよ。あるいは何かスポーツをねやる場合、何でもスポーツじゃなくてもいいんですけど、何か習い事をする場合も、コーチとか先生とかね、そういう人がつくじゃないですか。でそういう人がいきなりじゃあ上級者向けのね、ことをその習いたての、ね、人に教えるかって教えないですね。野球だったらまずじゃあ素振りから始めろとかね、キャッチボールから始めろってやるじゃないですか。だから第三者が管理してくれる場合っていうのは、このステージを誤ることってあんまりないんですよ。でも自分一人でやると、特にビジネスとかっていうのは全部自分でね、その辺を把握してやっていかないといけないので、間違えてしまうことが往々にして起こるわけですね。例えば初心者、中級者、上級者ってあるじゃないですか。で、自分が初心者なのに上級者がやってるようなことを真似しようとするとかね、あるわけですよ。例えば、上級者、でもいいですけど、例えばじゃあ自動化とかね、あるいはプロダクトローンチとかあると思うんですけど、自分のお客さんもろくにいないのに初心者が自動化してもしょうがないわけじゃないですか。これってある程度ビジネスがうまくいくようになって手が回らなくなったから自動化をするっていうのは自然な流れなんですけど、なぜか最初から自動化しようとするみたいなね、そもそもあなたお客さんいないでしょみたいなことがあるわけです。でもそれが分かんないと、自分は初心者なのに上級者と自動化を学ぼうとしてしまったりとか、プロダクトローンチにいきなり手出したりとかね、どんなに仕組みがね、そんな売れる仕組みだったとしても、売ってる商品がしょぼかったらその後に大きなクレームになったりとかね、自分の評判に傷がついて信用を失ったりとかっていう、諸刃の剣になってしまうので、自分が初心者ならまずは初心者がやるべきことをやるわけですよ。さっきの野球の件で言うならば、素振りとかキャッチボールから始めるわけですよ、ね、自分がズブの素人だったらまずはブログを書くっていうところから始めてもいいわけじゃないですか。いきなり上級者がやってるようなこういうことをチャレンジしなくてもいいんですよ。でも自分のステージが把握できてないから、自分にとって今何をすべきのかなのかって分かんないんですよね。でこのステージっていうのは、その自分だけじゃなくてお客さんと自分との関係っていうステージもあるんですよ。そのマーケティングとか情報発信を、その例えば農業に例えて言うならば、僕は3つステージがあると思ってるんですけど、こういうステージがあるわけですよ。種まき、水やり、収穫。で実はこの種まきっていうのはめちゃくちゃ長いんですね、ここが。1年とか、1年半、2年とかかかるわけですよ。で、種まきのステージってもうとにかく種をまき続けないといけない。簡単に言うなら認知ですよ。そもそも自分を認知してもらってないわけだから、まずは認知を広げるってことをしていかないといけないのに、種まきのステージにいるのにいきなり収穫しようとする人がいるわけですよ。収穫ってマネタイズですね。ブログ書き始めていきなりなんかアフィリエイト記事書くみたいな、別に書いてもいいんですけど、売れるわけがないですよね。認知をしてここで信頼構築をするわけですよ、ね、
でマネタイズじゃないですか。だから自分が今種まきをしててアニンチが広がってきたなと思ったら、じゃあまあ信頼構築に移るみたいな。で信頼が溜まってきて、あもうそろそろいいかなと思ったタイミングでマネタイズすればうまくいくんですけど、まだ種をまいて芽も出してないのにいきなり根っこを鎌を構えて収穫しようとしても、それは収穫だからもう、ね、増えていかないじゃないですか。で種をいっぱいまいて水をいっぱいあげて、もう稲穂がねすごくいっぱい実った状態で収穫すればたくさんねその収穫高が得られるわけですけど、まだ水やりでちょっとね、例えば芽を出してまだこれから花を開こうとしてる前にこう刈り取ってしまったりとかっていうこともあるわけです。だから自分がどのステージにいるのか、こういうものはすごく数値化しづらいので、まあ正確に把握するのは難しいんですけど、なんとなく雰囲気で分かるんですよ。情報発信してたらやたらと反応が出るようになったりとか、なんか勝手に商品が売れていくようになっていくと、あの信頼残高が溜まってきたのかなみたいなのが分かるんですね。でそこで初めて大きくマネタイズをするとうまくいくんですけど、このステージを見誤ってしまうと、このタイミングで収穫をしてしまったりとかっていうねことになってしまうので、まあ、ぜひこの自分のステージを、ね、把握する、そして自分のステージに合わせた勉強するってことも大事ですよ。駆け出しなのにいきなり自動化の勉強してもしょうがないわけじゃないですか。それはもうだいぶ後のステージになってからの話なんで、何を勉強するのかということもこのステージに大きく関わってくるので、まあ、ぜひ、こういうことを意識しながらですね、ビジネスをやってみてください。